皆さんこんばんは。ちょっと声が小さいような気がするんですけども、楽しくですねこれから始めたいと思いますが、改めまして皆さんこんばんは。ありがとうございます。たくさんの方がですねお入りをいただいて、ただいまより私どもの自由民主党ネットサポーターズクラブ JNSC の第2回目となります公式オフ会 in 大阪ということで開会をしたいと思います。ぜひ皆さんと共に楽しくやりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。で、皆さんお待ちかねの楽器の出番はまだちょっともう少し待っていただいてですね、先にいろいろとやらなきゃいけないことがありますのでしばらくお耳をお貸しいただきたいと思うんです。で、まず第一にこのですね、JNSC の規約の変更そして新役員を報告をさせていただきたいと思っております。で、それは、何かというと、私今までですね JNSC の代表を務めさせていただきました衆議院議員の新藤義孝ことシンディでございますが、ここのところでですね党本部の、人事があったんですよ。それで今まで私はネットメディア局長としてこの JNSC を企画をして仲間と一緒に皆さんと一緒にですねこの会を作ってまいりましたが、今度ですね人事が9月にございまして私は今報道局長になったんです。それでこの JNSC はやっぱりねネットメディア局で局長の下で所管をしていただくことになっておりますので、そういった関係がありましてですね規約を変更して、このまずJNSC の代表はネットメディア局長になっていただくということをですね前提といたしまして、そのことを規約にのっとって企画委員の皆さんと相談をして決めさせていただきました。で、合わせて私もですねせっかく皆さんとこうやってお付き合いさせていただいて5月に設立したばっかりですからね。で、わずかこの、4、5ヶ月で、このまま役が変わりました。それでは皆さんとはっていうわけには行かないしそうしたくないので、私皆さんとお諮りをしてお願いをして事務局長にさせていただいたんです。ですのでそういう役員をですね役員の中に最高顧問顧問相談役代表そして事務局長を置くということでですね規約の変更をさせていただいたということでございまして、ぜひご了解をいただきたいと思うんです。で、この度ですね、JNSC の新代表には平井卓也ネットメディア局長が就任をされたということになります。それから最高顧問はですねこれは谷垣総裁とそしてあと麻生太郎前総裁ということでお変わりございません。ただ相談役の方にですね今まで小池百合子広報本部長が相談役としてお願いしておりましたが、小池広報本部長は今度は総務会長として、これは自民党の歴史始まって以来の三役総務会長にですね就任されました。で、その後にですね広報本部長として茂木敏充衆議院議員が就任されておりまして、茂木先生にもですね相談役という形で JNSC にいろいろとお力添えいただくということになりました。で、おかげさまでですね JNSC 今現在で8360名、うち海外のメンバーが70名になっております。はい、ですごいですよね。1万人目標に頑張ってるんですけども、すごいどん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 増えてるということでございます。それからですね、今日はですねそういった中で、公式のオフ会大阪を会場にして、これは公式オフ会ですから全国どこからでも来ていただいていいと、こういうことでやりました。で、今日のですね登録が192名でございます。はい、それでここにはですねたくさんいろんなところから来てくれてますよ。大阪でしょ、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、ここ関西ブロックですね。それ以外にですね、三重、それから愛知、静岡、岐阜、埼玉、東京、和歌山、鳥取、島根、熊本、こういうところからですねみんな来てくれてるんですよ。はい、それで
あの JNSC というのは私たちはねこうやってお願いするばっかりで、実際は企画員というボランティアの皆さんとメンバーの中の企画員の方と、それから今日のこのオフ会をやるため の、 まあ実行委員会のお手伝いの人たちがいます。今日はですね、企画員6名、それから、実行委員会の、まあ、助っ人として18名、計24名の人たちでこの会を運営してくれてますので、会場のあちらこちらにいらっしゃいますけども、みんなで感謝の拍手をしたいと思います。どうも皆さん本当にありがとうございます。それで、今日のですねこの模様はニコニコ動画の公式生放送で全世界中継中でございますので、今映ってますね、はい、ね、あ見てるよって、はい、ということでございまして、みんなでですね世界中から見てるということで、来てますね、レスポンスいいですね、はい、ということで楽しくやりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それでは前置きが長くなりましたが、いよいよこれからですね、次第にのっとって始めていきたいと思います。まずは JNSC の新代表に就任されました平井拓也の下で開会宣言をさせていただきたいと思います。お願いします。はい、皆さんこんばんは。新しく新理の後、私誕生日が5日後なんですね。今回ネットサポーターズクラブの代表に就任させていただきます平井拓也、平拓ちゃんでございます。どうぞ皆さんよろしくお願いします。私のツイッターの中でちょっとつぶやいたんですけど、要するに昨日麻生元総理にまあいろいろお願いに行った時にですね、ワンピースの話ね、ワンピの話です、お前まだ読んでないのか、お前6年遅いと言われまして、で実は今日新幹線でその昨日10巻買ったんですけど、さすがに10巻読めないと思って6巻積んでまいりまして、今5巻目にやっと入ったところで、大阪に着いてしまいました。でワンピースなぜ読めって言ったのか、なんとなくまだねストーリーの全体の大きさは分かってないんですが、おそらくその努力と友情と勝利ですね、テーマはではないかなと今思ってます。まあ、そういう意味で60巻まであるそうでございますので、できるだけ早く読んで皆さんに追いつきたいと思っております。で私このネットメディア局長ということですが、それまではちょうど広報の方の仕事をさせていただいておりまして、進次郎さんのコマーシャルとか、その谷垣総裁のこの一番のコマーシャルなんかを作らせていただいておりました。まあそんなことでこの度進路さんの後を受けてネットメディア局長になって、いくつか総裁の方からも仕事を申し付けられております。その中で一つは自民党のホームページ、自民 JP ですね、これを一番にしなきゃいかんというふうに言われてます。でこれ確かに今まで自民党のホームページっていうのはいろんな情報は載っていたんだけど、実はアクセス数なんかで言うとですね、民主とかに負けてるんですね、民主共産党に負けてるんです。いやこれも調べてショックを受けたので、必ず私の代でこれ一番にしなきゃいけないので、来年の4月を向けて全面リニューアルをします。でサテライト の JNSC のサイトとかそういうのは皆さんと一緒にまたこれから改定も考えていきますが、まあ、本体をなんとかすっきり見やすく、みんながこう見たくなるようなホームページに変えますので、ぜひ皆様方にアイデアもいただきたいと思います。それともう一つ、自民党のこれから情報発信の中で皆さん今回尖閣ビデオ流出ビデオですね、この事件というのは私はエポックメイキングだったと思います。ネットメディアが既存のメディアを超える元年になる、歴史的に振り返ればですよ、2010年、私はそのぐらいのインパクトがあったと思うんですよ。だそういう意味で私自身は自民党のそのもっと情報発信力を強化するために自民党本部の入り口にスタジオブースを作ろうと思ってます。これは要するにユーストにもニコ生にもできるし、自民党本部に出入りする自民党の議員を片っ端から引っ張り込んで、そこで何か喋ってもらうみたいなこと、また皆さん方が来たらそこで簡易にその中継ができるようにしたいということで、今禁煙ブースを置いてあるんですけど、それを取っ払ってそこに置こうかなと
まあ、これは今から検討させていただきたいと思います。まあ、それと来年の1月党大会あるんですね。で、党大会では JNSC の皆さん方に何かそのお礼をしたい、表彰したいということでございますが、その内容はこれから進藤先生とまた相談しますので、今は秘密ということでお願いします。それと新しくブログパーツを作りました。出てくるのかな、ブログパーツ。出てこない。このブログパーツはですね、今まではマニフェストとか立候補者の情報をメインにしてましたが、今は今日皆さん方に書いてもらった一番のキャンペーンに焦点を当ててます。ですから皆さん方の一番のツイートなんかがそのブログパーツの中でどんどん更新されるようにしていこうというふうに思いますし、これは自民党のバナーをダウンロードすると同じようにやってますので、ぜひ皆様方のブログに貼っていただきたいと思います。そして、JNSC 会員限定のプレミアグッズをこれからも作っていこうということで、今日タニビ&タロビストラップを皆さん方お手元にあると思います。これは 前回のオフ会の時に私が皆さん方とお約束をさせていただいて、やっと間に合ったストラップでございます。それちゃんと皆さんよく見てくださいね。タニビだけじゃなくてタロビもいますからね。そこにちょっとサイズはありますけれど、ちゃんとタロビもそこにおります。これは JNC の JNSC の会員限定でございます。それ以外の方々にはこのストラップはいきません。ですからオフ会に参加した方々には皆さんこうして差し上げておりますが、それ以外はこれからは JNSC の会員に限ってネットで販売をさせていただこうというふうに思ってます。で、まあ、送料の問題もありまして、これからネット販売の場合ですね、クレジットカードを決済できるような機能を今持たせてますから、まあ、それでこれから新しいものを作っていきたいというふうに思います。まあ、これ数が要するに限定でございますので、レアなものだと思ってください。そしてこれからですね、自民ショップの方、ネットショップの方も力入れてますんで、いきますんで、どうか皆さん方新商品のアイデアをこれもください。そしてやっぱり皆様方の要するに限定商品にするだけじゃなくて、党としてのグッズの販売にもつなげていきたいと思います。そして今日新しく皆様方にもう一つお願いをして、させていただきたいのは、もうここのところの民主党のダメさ加減というのはもう目を覆うばかりですね。失言、撤回、陳謝、これのもう負のスパイラルに入ってしまいました。しかし私たちもやっぱりね、目を凝らして見てるんだけど、あまりにも失言とかダメ発言が多すぎて見過ごしてしまうこともあるんですよね。でやっぱりそういうものはちゃんと記録に残しておかなきゃいけないなというふうに思っていますし、彼らは自分で言ったことを自分で忘れそうな人たちが非常に多い。そこでブーイング民主、略してブーミン、メール自民 JP という新しいですね、これ目安箱ではなくて投稿箱を作りました。でここにぜひ皆様方が要するに聞いてきた話、見つけた話、ツイッターで書いてたその民主党の議員がですよ、そんなような話がありましたらすぐ送ってください。我々はそれを直ちに分析してちゃんとそれに対応するような戦略を立てていきたいというふうにお願いします。その時にはいつどこで誰がどんなダメな発言、ブレた発言をしたかということだけを書いていただくと後で追っかけやすいのでお願いをしたいと思います。まあ、そういうことでネットサポーターズクラブの皆さん方はもう進藤、ね、代表のもとにもう本当に多くの方々が集まっていただきました。これからはもう皆さん方の力が頼りですので、いろんな面でアイデアいただいて我々はすぐに対応してアクションを起こしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。平井代表もですね、とってもセンスのいい人ですしね、いろいろと新しいアイデアを出してくれてます。実はね、我々年一緒なの。どっちが若いか分かりませんよ、皆さんので。しかも今なんとですね、偶然にも本会議場も隣同士に座ってるんですよ。本当の友達だからね、本当にいい人がなってくれて、まあ、我々連携取ってやりたいなというふうに思ってますので、まあ私も格下げになりますが一生懸命頑張ってやりますのでよろしくお願いいたします。はい、それじゃあね、まず皆さんで、JNSC は最初に国歌をですね斉唱させていただきますので、皆さんお立ちの上まず国歌斉唱したいと思います。
ありがとうございました。どうぞおかけになってください。それではですね、まずこの今日はちょっと時間がないんで早くやんなきゃいけないんですけども、できるだけ早くこの総裁とのですね、コーナーに持っていきたいと思うんですけど、まあでもですね、その前に、いろいろ参加の議員がいらっしゃいます。まず近藤光恵衆議院議員、今私たちの新聞局長もお勧めでございますけど、近藤さんの方からちょっと一言です。皆さんこんばんは。たくさんの皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。いや今日実はですね、朝から環境委員会で質問をして長い長い一日だったんですけれども、こうやって現実社会で皆さん方の元気なお顔に会えて、もう今日の一日の疲れ本当に取れました。ネットで日頃皆さん方に応援していただいてるんですけれども、現実のこのバーチャルではない、ステージでこうやって皆さん方とご一緒に、お目にかかるの本当に嬉しいです。この第2回のオフ会がですね、この会場の皆さん方と、そしてネットの、応援の皆さん方と、こうもっともっとネットワークが広がっていければいいなと思ってます。今ですね、新藤先生からご紹介いただいたように、ちょっと硬いんですけども、私、新聞出版局長をしてるんです。で今日ですね、皆さん方に見ていただきたいのが、ぜひ協力していただきたいんです。これチラシ受付で持ってもらいましたっけね、取っていただきました。これね、今、自民党がですね、ガツンと変えようとしていることの一つなんです。自民党は変わらないと思っているあなた、自民党の新聞からがっつりと変えてみませんか。こんな呼びかけをしてます。12月14日まで若きクリエイター、学生の皆さん、どんな方でも結構です。自民党の自由民主という新聞、毎週火曜日に発行してるんですけども、この新聞、皆さんのデザイン力で、皆さんの発想で変えてみませんかという募集の案内がこちらなんです。お友達にも、そしてご親戚にも、そしてネットのお友達にもですね、ぜひお声掛けいただいて、自民党をまず新聞からも変えてみようじゃないか、そんな呼びかけをぜひしていただきたいと思います。ぜひ皆さん方のお力を、ネット上でも、そして、現実世界でも広げていただきたいと思います。新聞出版局長の近藤光恵からのお願いです。どうぞよろしくお願いします。今日は楽しみにしてます。ありがとう、はい、ありがとうございました。続いてですね、北川一成参議院議員もお呼びいただいております。どうぞ先生一言。皆さんこんばんは。ご紹介いただきました参議院議員の北川一成でございます。今私参議院の中で環境委員長ということで、環境問題に一生懸命取り組んでおります。また皆さん方からもこの環境問題、いろんな意見があろうかと思いますが、ネットで寄せていただいて、そしてそれを国会にまた反映をさせていくということで、一つ頑張っていきたいと思っております。どうか皆さん方の今後のご支援、またよろしくお願い申し上げまして、ご挨拶といたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。それからあちらの方にですね、この関西地区の地元の議員さんたちもおいでいただいております。ご紹介だけで恐縮ですけどね、まずは北順でごめんなさいね、大阪市議会議員、大阪府連の青年局長、柳本明さんです。それから奈良県議会議員、田中忠道さんです。はい、それから京都のですね、市議会議員、そして府連の広報委員長さん、宇都宮高尾さんですね、はい、ありがとうございます。さらに、大阪市議会議員の床田正勝さん、そして、大阪市議会議員川島博俊さん、それと京都府議会議員の二之湯真嗣さんですね、ありがとうございます。はい、もうね、本当は皆さんもね、喋りたいと思うんだけど、申し訳ありませんが、お許しをいただきたいと思います。そして続いてですね、もう一度 JNC の、新代表、平井代表からですね、今私たちが党本部で挙げてやってるキャンペーンがありますので、一番キャンペーンって言うんですけど、そのことをちょっとだけご紹介いただきたいと思います。皆さん今日はこのカードに書いていただきました。で今日はこれ紹介させていただこうと思ってたんですが、もう時間がなくなりましたので、これは1番、自民党のホームページから1番のコーナーに入っていただきますと、すべて皆様方の今日いただいた1番はちゃんと載せさせていただきます。それと同時にこの1番は、これから携帯でも投稿できますし、1人何回投稿していただいても結構です。で、党大会でいろんな1番を表彰します。
で、ノーベル賞の受賞者の方々、審査員、スポーツ選手とかそういう審査委員会が今組織されつつありまして、皆様方の動画やこのテキストの一番を我々はちゃんと党大会で表彰します。なんか賞金か商品もいいものが出るという話になりそうでございます。まあ、そういうことでございますので、このぜひこの一番、皆さん方これ今日 のニコ生見ておられる方もぜひこの一番をどしどし応募していただくことをお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。この間の参議院選挙で谷垣総裁はじめとして一番ってやりましたよね。日本を一番の国にしよう、こういう思いです。でも一方でただ競争に勝つだけでいいのかと、ただ人を押しのけて一番になるんじゃなくって、みんなの一番を大切にするんだと、あなたの一番を大事にします、それが自民党です。もうこういう思いで私たちキャンペーンやってきました。で、まず選挙で一番頑張りました。今度は皆さんの一番をぜひ聞かせてくださいと、こういうキャンペーンでございますので、ぜひですね、カードの中に書き込んでいただいて、賞も出ますしね、ご参加をいただければありがたいなということでございます。はい、それでは大変お待たせをいたしました。今日のですね、メイン主役でございます谷垣貞一総裁よりご挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。今日はこの JNSC のオフ会に皆さん参加してくださって、心から御礼を申し上げます。ここに来ますとね、私はガッキーという人間なんだなと思って立つわけですが、この頃はタニビーっていうのも あるようでして、一体自分は何なんだろうと思いながらここに立たせていただきました。しかしこの JNSC の皆さん、先ほど新藤さんのお話だともう8000人を超えたということですが、この間の参議院選挙でもどこ行きましてもね、JNSC の方が頑張れと、あっちこっちで一生懸命自民党の選挙を支えていただいているのを発見しまして、本当に嬉しく思っております。おかげさまでこの大阪ではここにおられる北川一生さんが皆さんのお支えで見事当選してくださいましたが、全国でも非常に皆さんのお力でですね、51名、これは今度の参議院の改選では他の党よりも自民党が一番多かった、こういう成績をいただいたわけです。もちろん私たちはこれで満足しているわけでは決してありません。道半ばだなと思ってます。この関西でも例えば滋賀県はまだ自民党の国会議員が一人もおりません。山梨県でも一人もおりません。小沢さんの本拠である岩手県でも衆参ともに一人も自民党はいないわけですね。これはやっぱり自民党の国会議員が一人もいないと何かやろうとしてもやっぱり格ができない、ということで、こういうところが早くこの解消しなければいけないと思いますし、それからこの大阪もそうですが、大都市ではまだなかなかやっぱり自民党だなとは言っていただけないと、言っていただくところまでは言っていないと思います。まだまだ道半ばですから、我々はもう一回自民党を頑張れと言っていただくために努力精進しなきゃいけないと思います。ただこの間の参議院選挙で、参議院では与党よりも野党のが多い、こういうことになりました。これは大きかったです。じわじわとその効果がいろんなところに現れていると思います。今の政権もですね、自民党の考え方を全く無視したら国民のためにいろんな政策も通らなくなってしまうということに少しずつ気づいてきまして、自民党の考えも組みながらいろんなものを作ろうというふうにはなってきましたし、まあ、そういう意味で本当に大きかったと思います。こういうふうになったのはおそらく多くの皆さんが今の民主党の政治このまま歯止めをかけずにいたら大変だ、国会でやっぱり民主党のおかしな政治に待ったをかける力が国会になきゃいけない、こう思われて参議院でこういう成果を出してくださったんだろうと思います。だから私たちはこれを大事にして精進を重ねなければいけないと思っているわけです。で、実はこの2年間ぐらいで日本の政治に
何が起こったかと考えてみますと、去年の衆議院選挙で起こったことは政権交代でした。我々残念ながら大敗北をしたわけです。昔は選挙制度は中選挙区制といって、一つの選挙区に何人も代議士がいるという制度でした。しかしそれではなかなか政権交代が起きない。日本では二大政党制に持ってって政権交代にするのがいいんだという議論から、一つの選挙区にはこれ一番じゃないんですよ、一人しか代議士がいないという制度に改めて、やはりその狙いが現れたのが去年の衆議院選挙だと思います。政権交代が本当に日本でも起こるんだと、これからも政権交代は時々あるんだよというのが去年の選挙だったと思います。で、今度の参議院選挙で何が起こったか。この政権交代は衆議院で最後には多数を占めなければ政権は取れません。だけどこの政権交代の流れが衆議院の方から起きてくる場合もあれば、参議院の方から起きてくる場合もあるということだと思いますね。今回まず参議院の方から、我々はこれは政権交代の流れが出てきたと考えなきゃいけないし、そういうふうに持っていかなきゃいけないわけですが、そのことは何を意味しているかっていうと、衆議院と参議院が多数派が違うということがこれから日本の政治には時々起こるぞ、あるいはしょっちゅう起こるぞということは今度の参議院選挙ではっきりしたことだと思います。そうしますとね、私たち野党ですけれども、実は難しいんです。全部今の政府がやってることを私たちが反対したら、参議院で結局国民に必要なことも何にも通らなくなってしまう。そんなことをしたらやっぱり自民党は国民の支持を得ることができないと思います。去年だったか一昨年だったか、当時の野党民主党は日銀総裁、自民党の持ってきた案は反対だとこう言って、なかなか日銀総裁が作れませんでした。今みたいな円高で皆さんが苦しんでいるときに日銀総裁が生まれないというようなことをやったら、これは国民は支持しないと思いますね。私たちもだから本当に国民に生活に必要なことは与党に協力しなければならない。今度の選挙の結果ではそういうことが出たんだと思います。でもこれ難しいんですよね。私も選挙では私は民主党の候補代議士と戦います。全ての自民党の、全てないですね、ほとんどの自民党の代議士が選挙区では民主党と戦っています。民主党のほとんどの代議士が選挙区では自民党と戦っています。だから変なふうに協力をすると選挙ができなくなっちゃいます。だけど全部反対するわけにはいかない。その何て言うんでしょうか、反対するところと賛成するところのメリハリを間違えないようにしなきゃいけないっていうのも結構難しいんです。だけどそういうふうに思っても、与党政府に私たちは大いに注文があります。今の日本には政権だけではできないこと、与党だけではできないこと、私たちも与党にいたときに実は社会保障の将来をきちっと安定させて皆さんに安心していただくということが自民党だけでは、当時の政権だけではできませんでした。おそらく今の政権も今の政権だけではできないと思います。与党と野党が協力しなければできないと私は思っています。その他にもいくつか今の日本のために大事でやらなきゃならないけれども、与党と野党が協力しなければできっこないことがいくつか私はあると思います。一体何がそれなのか、それは人によって考え方が変わるかもしれません。自民党もいくつかそういうことを法案にして国会に、民主党さんこういうことをやったらどうですかっていうのを出しています。でも残念ながら野党によりますと、何が今一番最優先の事態なのかという決めるのは野党にはなかなかできません。やっぱり与党が、内閣総理大臣が国民のために本当に一番やりたいのはこれなんだ、ぜひとも自民党協力してくれというのは、これは内閣総理大臣でなければ残念ながら決められません。今の政府がやっていること、私も不満はたくさんあります。批判したいことはたくさんあります。
しかし一番菅総理大臣に私が注文をつけたいこと、批判をしたいことは、本当のところ菅さんは国民のために何をやりたいんだ。このことが野党の党首である私にもよく見えてこない。やっぱり菅さんは日本の総理大臣であるならば、国民のために自分はこれをやりたいんだ、こういうことを示してもらいたいと私は思っています。七重の膝を八重に折っても国民のためにこれをやるんだという気迫を菅さんに出してもらいたいと私はこう思ってるんです。いろいろ批判したいことはあるんですけど、実は一番今モヤモヤしてフラストレーションが溜まっているのはそういうことです。しかし今国会も正念場です。我々全力を挙げてこの国会で戦っていい議論をして、今難しい時です。自民党の果たさなければならない仕事をしっかり務めていきたい、こういうふうに思っております。 JNSC の皆さんにもまたいろいろお助けをいただいたり、またもたもたしている時は叱っていただいて頑張っていきたい、こんなふうに思っております。今日はどうぞよろしくお願いをします。どうもありがとうございます。はい、